私が池田で一番最初に素晴らしいと思った点は自然が溢れているっていうことです。さつき山があって稲川っていう川も近くにあってですけど、駅前もにぎわっているし、商店街とかもいろんな店が並んでいます。お店の人はいい人ばっかりで話をすると楽しいです。河川敷を歩いたりすると心が癒されます。稲川から見る夕焼けも好きです。後からしたんですけど、さつき山から見る夜景が有名なスポットだそうで、本当に今まで見たこともないような綺麗な景色が見れます。